プリンセスシシーは、1955年に、オーストリアで制作、公開されたカラー映画である。オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世と皇后となるリーザベトの、出会いから結婚までを描き、エルンスト・マリシュカが監督、ロミー・シュナイダーとカール・ハインツベームが主演した。ロミーの母、マグダ・シュナイダーが劇中でも母親役を演じた。 大衆向け歴史娯楽作の傾向が強く、史実とは異なる描写が多い。日本では1959年、当時の皇太子ご成婚記念映画として封切られた。2009年に DVD が発売されている。1956年には続編、若き皇后史史。1957年には第3作、ある皇后の運命の歳月が制作されたが、 この2作は日本では劇場公開されなかった。ロミーは後にルキノビスコンティ監督のルートビヒでもエリザベートを演じている。1997年からフランス、カナダ合作のテレビアニメプリンセスシシープリンセスシシー英語フランス語がフランスとケベック州で放映された。前後中に話日本未放映。2007年には本国で皇帝とは 死というパロディアニメが作られ、日本でも2010年1月29日に武士で放送された。絵柄的にはトイストーリー風の CG アニメである。ありがとうございます。